はい、お待たせしました。それではね、うまみ丘陵公園の今日は古墳を全部回ってみましょうね。全古墳もありますからね。まずね、池上古墳から回しましょうね。池上古墳は前方後円墳、ずいぶん大きいんですけどね、全体はね、ちょっとね、回るの大変だったんですけどね、一応回っておるんやけど、前はね。今日は看板のところだけ回ります。全部回るんでね、時間がないんで。丘陵公園の横の古墳もみんな回りますね。まあ、2時ぐらいかな。回れるかな。5時まで3時間で。昨日は寒かったんだけどね、今日はちょっと暖かいですわ。22度ぐらいになってるみたいね。お、まだか。もうちょっと紅葉がもうちょっとやね。池がここがあるんですけどね、横に池があるんでね、どうだったんでしょうかね、豪雨があったのかね。あ、絵がある。これでわからんかね。あ、形はこれでわからんな。形は今一番最初に来るのはこの池上古墳でございます。池上古墳ね。あと乙女山古墳、それから長田かね、この辺に蔵塚一本松、それとね、ここに古墳がね、書いてないね、ここに古墳ね。こっち流れ山やろ。であと杉山古墳、全部回っていきましょう。まあ、初めて来られる方はね、この古墳はおもろないからすみませんけどね。どこにあったかな、これどっかに看板あるんだけどね。ここで前回来た時は3年ほど前か4年ほど前だったかな。ここに蛇がおりましたけどね、入れなかった。入れなかったですね、何年ぐらいでした。看板だけでも見たいんだけどね。あ、ここないか、看板。ああ、見当たらない看板。看板ここ一周回るとだいぶ時間かかるんですけどね。 池の横ぞーとね、ほんで何にも本当に見えないんでね。わあ、どんぐるいかこしとんね。うまみ丘陵公園の横にもね、いっぱい古墳があるんですけどね、看板が見当たらんかね。これ古墳です。わからんな、これ。看板があるわ、ここに。あの看板見ましょう。ホタテが方かな。ありました、ありました。ほら、池上古墳。こんなとこあったの。ああ、3号墳、2号墳もよくあんねやけど、そんな入らないからね。これ、ものすごく大きいんですよね。全長がね、92メートルやからね。これもね、全国公園墳という方もいらっしゃるんでね、一応区別してあるんだけど、ちょっと横回ってみましょうか。わからないかな、これ。こんな感じやからね、さっぱりわかりませんわ。前回はここ入る、これからね、なんか入れたみたいで、昔はね。今わかんないよね。残念やね、入れないですね。こんな感じで全然全容もわからんね、これでは。全容分かりませんね。これ右の方にね、2号墳、3号墳はあるんだけどね。橋の上から見たらちょっと見えるかね。見えるかな。お、これいつできたんだ、これ。これ新しいぞ。これはね、墳石は新しいですか。これね、これ全然お形分からんね。こっちこれ丸くなってるからね、これ反対に。これは初めて来られる方にはこの古墳がね、見てもおもろないからおすすめしませんけどね。昔はね、なんか入れたんやけどね、その頃はあんまりね、こんなやぶみたいな公園、あの古墳ね、おがんこじみしたらさ、はい、そしたらどこに行こう。このビューから
全容つかめないな。反対側だ、ええか。反対側見たけど、わからなかったな。ぐるっと回ったんだけどね、あれ。土手がなんかあってね、見えるのかな、途中までが。いや、わかりませんね。残念でございました。池上古墳でございましたけどね。